今はもうほかっとくとこれ以上も3倍ぐらい大きくなるんですけど、はい、冬にこう剪定して小さくしてます。収穫しやすいの？そうです、収穫しやすいのと、まあ、木があのなりやすく横に立ってると実がならないんで、横になるように立った枝は切ってって、はい、最初こうやってやってもう一回こう二度切りって言うんですけど、まあ、ヘタをこれぐらい残す、逆にこう燃えたりするとこのヘタがなくなるともうジャブラすぐ傷みやすくなるんで、ここはギリギリまでこう残すって感じですね、切って割ってみましょう。割って、はい、割って。ああ、すごい果汁。ダイナミックな。拾わなきゃ。ごめん。だいぶこうつるんと滑らして、川まで落としてきます。で川で落としたイカダをこういうような形でイカダをね組み立てて、で川自身が水水魚少ないんでこういうセギ鉄砲セギっていうんですけど、セギをこう作ってで一気に水をザボッと開けてこうザーッと流れるんですね。また大きな川のところまでこれを釣ってきたらこういうイカダで流して。その当時はあのかなりイカダが栄え、たくさんの材木が新宮市に集まってきて、まあ、こういうような形になって、丸太は杉 で、まあ、一部ちょっと、イカダでいう先の方の真ん中のあたりはヒノキを2本入れたりしてます。ヒノキはね杉よりか、密度も濃くてあの頑丈なんでね、今これ輪っかのようになっているのがヒノキの枝です。これをねヒノキの枝をねこれをこういう輪っかのようにしてこれをこれで貝、というんですけどね、コグ固定するとこでヒノキの枝を割ってまたよりをかけて水につけて柔らかくしておいてからよりをかけてこういうような形にします。この貝は何の木です？ホウの木です。ホウバミソとかよく聞くじゃないですか。あれ葉っぱの大きいね、ホウの木です。で冬の時期にね、すごいここらは気温が低いんでね、水がジャボッとかぶるだけに凍ってしまうんですね。で凍ってツルツルになるんですけど、ホウの木っていうのは材質が柔らかいためにね、なかなか凍りにくいと言われて、ホウの木を使われたと言われています。あの自分の身長に合わせた、ちょっと、まあ、あの僕背低いんですけど、まあまあこれぐらいの、ご自身でロコっぽいよね。そうですね、まあ、あの自分でこれは作りました。こんなとんがった斧のようなのをトントンと突きながらこういった穴を開けます。穴を開けてさっきの言うヒノキの枝でこういうふうに結んでいってイカダを組んだ、こういうイカダ。